皆さんこんにちは、こんばんは、マリカです。今回はモダンなお家の完成披露動画ということで、ちょっとお家の中とか外観とかをちょっと見ていきたいと思っております。で、結構狭いとにかく狭いんですけど、まあ一人暮らしのお家だと考えていただければありがたいなと最初に保険をかけていくではちょっと早速見ていきましょうか。ぐるっと回って外観はこんな感じにしてみました。で、この木をね、どうやって再現しようと思って、で、なんだっけな、森林団子でしたっけ、あれをやっても良かったんですけど、やっぱこうそれをやっちゃうとバラバラに木が入ってきちゃう感じがしたんで、そのブロックと木の柵を使ってちょっと再現してみました、木を。でこれね、結構マイクラでも私こうやって木を再現っていうのをよくやってたんで、案外結構いけました結構いけたこんな感じですかね。で玄関はこんな感じで、ポスト確認、あ、いらないかで玄関入るとちょっと視点を変えますね。じゃあ靴箱的な靴箱なんかこれ物を置けるものっていうのがこのモダンパックの、あの近代建築パックのこれしかなかったんで、これを使ってみたんですけど、結構あのね、いい感じ自分で言うのもあれですけど、いい感じで、靴が、ハイヒールと下駄しかないんで、これをちょっと飾ってみました。で中に入るとこんな感じで、ここら辺はね結構難しかったんだよな何を置こうかと思って、お、びっくりしたそう、何を置こうかと思ってすごい難しかったんだけど、蓄音機とか置いてみました。でこっちもこのガラスのドアを使って、で下は多分動画と結構違うくなってるんですよね。ここら辺はちょっと工夫して考えてちょっとやったんですけど、どうなんだろうかどうなんだろうか。で額縁やって、でこっからがリビング的な感じ、リビングとまあベッドルームというんですか、そういう寝室的なものは一緒にしました。でソファーあって、テーブルで、テレビね難しいんだよな。本当はここ、これいけすなんだよな、いけすの網目を利用してなんかスピーカーっぽくしたいなと思ってて、でいけすはあの色が変えられないんですよ。で本当は黒が良かったんだけど、黒で色変えれないんで、で最初の時はね障子窓をやろうと思って、それも色変えれなくて結局こっちのいけすの方にしました。なんかそれっぽいかなと思って、色をね本当は変えれればいいんだけど変えれませんでしたでここら辺は結構シンプルだな、何にも置いてないなベッドと目覚まし時計、本棚、ここら辺でもっとなんか余地はあるんだろうけど何にもやってないシンプル、あまりごちゃっとしたものはいらないかなと思ってシンプルにまとめてみました。あ、でこの、あ、ちょっと待ってこのライトも
建築パックのあれですね、ライト。でこれは設定してないんですけど、これだけでも結構おしゃれかなと思って、写真設定はしてないですけどっていう感じですかね。もうすでに住人がいる。すでに住人が。じゃあ庭の方を見てみましょうか。庭の方はこんな感じですね。これも木を作りました。これで、これはもともとあるその森林なんだっけ、団子でブランコをつけるっていうね。中庭結構雰囲気出てるんじゃないかな。中庭はこんな感じかな。で2階へ行きましょうか。ちょっと待って、ドアップドアップ。で2階は、ここはベランダです。ベランダのあるお家がすごい憧れるね。こんな感じか、ベランダ。これって写真撮るとどうなるんだろう。引く引く引く。あ、こんな感じなんだ写真。ベランダにいる自分。そっかそっか。そっかそっか。これね、これお花見えるようにしたかったんですけど、どう考えてもやっぱこの柵を特徴的にしたいなと思って、でなんかブロックをここに置くと柵が色が同化して見えなくなっちゃうんですよ。でも色的にもこの茶色っていう色が良かったんで、このまんまにしてみましたが。あーでもこれ、あー外付けでもお花良かったかな。今更今更。でこっちはですね、こっちのお部屋は、シャワールームを作ろうと思ってるんですけど、洗面台、建築パック、近代建築パックの中で洗面台という家具アイテムがあるんですけど、それはですね、大理石を使わないと作れないんですよ。でまだムーンブルックをクリアはしてないので、ちょっとここはムーンブルッククリア後にちょっと作ろっかなと思ってます。一応この設置はしてますけど、まあ変わる可能性はありますね。なので何も、ここは何もやってないです、シャワールーム。で2階のリビング、リビング食卓っていうのかな、とキッチンですね。でこんな感じで収納的なものと、あとイチゴ。イチゴなんかね、コーヒー豆のその苗木を持ってきたんだけど、足りなくてね、ここ幅できなかったんです。なのでイチゴにしました。イチゴ好きなんで。でこれ展示なんだっけな、なんていうのこれ、展示ハンガーか。でいろいろ鍋とかフライパンとか、で冷蔵庫っていう冷蔵庫がなかったんで、まあ申し訳てない程度にタンス、切りダンス。でキッチンはこんな感じで、フライパンやら鍋やらバナナやらパンやらいろいろある感じですね。おお、びっくりした。で食器を置いたりとか、そうここで食べるよみたいな感じですかね。なんかもっと置けばいいんですけど、やっぱごちゃごちゃになるのが嫌なので、本当のシンプルにしました。しかもここに何かを置くとなると外から丸見えなので、ちょっとそれもいかがなものかなと思って。
このテーブルと椅子だけにしましたね。あとお花と角にっていう感じかな。とりあえずお家はこんな感じですね。よいしょ、視点を変えよう。でこれで完成ですね。やっとできた横から見るとすごいんだよな。あれ、キメラさん上から屋根を見てなかったね。キメラさんどこ、おいでこっちに。どこいた。で屋根はこんな感じで真っ黒です。真っ黒にしました。結構それっぽくなってるかな。でちょっと写真横のこの写真キャラ隠してこんな感じですかね。横は結構窓もね、そこの1階の窓も1階の窓も結構小さめにしたんで結構モダンな感じになっているのかな。こっちもあんま窓がないんでね、あんまり窓つけるのもなぁと思ったんでこんな感じですね。結構いい感じに仕上がりました。よいしょ。ということでじゃあ今回はここまでに、あ、ブロックがそこ、恥ずかしいブロックが、整地したところのブロックが余ってる。ということで今回はここまでにしたいと思います。参考に、皆さんの参考になるかどうかは分かりませんが、まあ、こういうあのビルダーズの中でこういう建築もできますよっていうことだけちょっとお伝えしたいなと思っております。で建築、あの近代建築パックもあればなおよろしい便利なアイテムとかが結構いっぱいあるので、まあ、和風建築パックもそうですけど、あの皆さんぜひぜひ自分の好きなお家を作ってみたらいかがでしょうか。では今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方もよければポチッとしてください。では次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。あ、間違えた。